はい、たくみソフトの高井です。さあ、やってまいりました。ここは撮影ポイントの一つです。このポプラの木、このようにこう、一直線に建てられて防風林のようになってます。この風景というのが、長山の、牛別川沿いにあります。この風景は非常に、いい風景じゃないかなというふうに思います。何度か私も写真を撮りに、来ました。まあ、冬がすごいですね。冬かかか、まあ、人が通らないからね、あんまり虫もやっぱりいるんですけど、まあでもそんなことをさておいてもどうですか、この雲の感じとかね、この突き抜ける道路の感じとか、さらにここからちょっと見るとですね、川が、牛別川が見えます。こういった風景が、撮影ポイントとしてはいいですね。ただまあちょっと向こう側にゴルフの打ちっぱなしがあります。ウエスタンとかね、あっちの方向になっちゃうんですけど、そういったいわゆる、人工物ですね、そういったものも映る可能性があるので、まあ、そこだけ気をつけていただければ、あとはなかなか使えるんじゃないかというふうに思います。それでは